ホピ族。ホピ族とはアメリカインディアンの中でも歴史は古く、少し異質的な部族です。そんなホピ族の族長は代々受け継がれてきた予言があるといいます。その予言によると、人類は滅亡へ向かい、それはもうすぐそばまで来ているというのです。そんなホピ族の神話には、ムー大陸やアトランティスと思われる大陸の存在も残っており、現在の自然を大切にするという世界の流れの中で見直されつつあります。ホピ族は未だ謎多き部族なのです。こんにちは、藤吉田です。今回からホピ族の謎について動画にしていきます。ホピ族の謎を解明することができれば、今後人類はどうあれば滅びの道から脱却できるかのヒントになるかもしれません。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。通説や定説とは対立するホピ神話伝説。アメリカ合衆国南西部、地球の壮大さを感じることもできる観光地グランドキャニオンのすぐ東側に、アリゾナ、ニューメキシコ、ユタ、コロラドの4州が合流する点のフォーコーナーズと命名された地点があります。フォーは4、コーナーズは角で、まさに4つの州の混じり合う点です。このフォーコーナーズ付近に広がるのが、西部劇映画でおなじみの先住民インディアン、アパッチ族の同族とされるナバホ族が居住する特別居留地のナバホネーションです。さらにそのナバホネーションにぐるりと囲まれるようにして存在するのが、ホピランドと呼ばれる土地で、アメリカ最古の先住民を自称するホピ族の生活する場所なのです。ホピランドには3つのメサと呼ばれる高台の地に、それぞれ3つの小さなコミュニティを形成して、独特のカチーナを守りながら平和につつましく暮らしています。カチーナとはカナチとも呼ばれ、ホピ族が信仰する超自然的な精霊のような存在のことです。大航海時代、ヨーロッパから白人たちが押し寄せるはるか以前から、南北アメリカ大陸最初の先住民として住んでいたインディアンないしインディオと総称される諸部族の中でも、このホピ族は際立ってユニークな存在です。インディアンというと、もともとアメリカ大陸に住んでいた原住民としてヨーロッパの白人が付けた名前ですが、アメリカ大陸の先住民はその中でも部族ごと分かれており、その中の一つがホピ族なのです。そんなホピ族の族長が先祖代々口伝交渉してきた神話伝説に基づく主張は、近現代に発展した欧米アカデミズムにおける人類学や歴史学の専門家たちが組み立てた通説や定説とは真っ向から対立すると言われています。一般的に学校で教えられてきた最有力とされる定説では、シベリアとアラスカの間に横たわるベーリング海海が1万数千年前の最終氷河期には凍結して陸橋化していたおかげで、アジアの極東付近に住む我々欧食人種の祖先たちがその陸橋を渡ってまだ無人の地だったアメリカ大陸に進出し、最初の先住民として南米の最南端まで到達したとされています。しかし現代ホピ族の大長老によれば、彼らが畏怖と尊敬を込めてヒサテノムと呼ぶ遠い祖先の時代から代々の長老たちが語り継いできた古代ホピ神話は、それとは全く逆の説を主張しています。我々ホピ族の祖先たちはアジアからベーリング海海を経由して北米大陸を南下し、現在のアリゾナ州内に定着したのではない。真実はそれとは全く逆だった。遥かな遠い昔、
現在の時の計り方に換算すればおよそ8万年の太古の時代にカットスカラという超古代文明大陸が天変地異に見舞われて今では太平洋と呼ばれる大海のど真ん中に沈んだ。しかしカスカラ大陸が沈む直前、大船や空飛ぶ盾という飛行装置で脱出した祖先たちは沈む故郷と入れ替わって新たに出現した現在の南米大陸にたどり着いた。それから長い時をかけて陸地を北上しながら次第に中米と北米の各地に分散しながら拡散し、最終的にホピ族直系の祖先たちはアリゾナのこの付近に安住の地をやっと見出したのだと。民族には各民族の神話があり、人類の創世記の伝承があります。日本の皇室も最も古い王朝と呼ばれていますが2000年程度です。しかし口伝とはいえ8万年という歴史を伝えているというのは本当に驚きです。さらに古代ホピ神話はホピ族が先祖代々崇めてきた神秘的な超自然生物カチーナという存在がいます。カチーナとは主にアメリカインディアンのホピ族が信仰する超自然的な精霊のような存在のことで、大長老ホワイトベアの主張によればカチーナは空想上の神話動物ではなく、あくまでも実在する生身の天上生物だとも言われています。カチーナはまた人間が太古の昔から何度も文明を起こしては繁栄と堕落と破滅を繰り返すのを見守り続けてきた生物で、時には陰ながら人間の営みを手助けしてくれる存在でもあるというのです。さらにホピ族は遠い祖先の時代から人類文明の興亡に関する聖なる古代予言を途絶えないように代々大切に守り続けてきたといいます。その古代予言によれば、次にまたこの世界が終わる大いなる清めの日が訪れる直前にはこの世界が創造され新たな歴史が始まるのを見届けるとともに、再来を約束して去った消えた神のパハーナが再び降臨するというのです。ホッピ語でパハーナは白人の意味なのですが、真のパハーナは人のことではなく白く輝く神を意味すると言います。ホッピ族は世界破滅と再生を予言しているというのです。ホッピ族が伝える4つの世界。ホッピ族の伝承によると、現在の私たちが生きる世界は第4の世界だとされています。ということは第1の世界、第2の世界、第3の世界はどんな世界だったのでしょうか。ここでは4つの世界について簡単に説明します。第1の世界はトクペラといい、トクペラ始まる前の世界はただ無限の空間だけがありました。そこに創造主の神様が現れ、創造主の甥の神と雲女に命じて第1の世界トクペラを作ったといいます。その世界では自然と動物同士の争いはありませんでした。というのも神はどんな時も動物師を敬い、愛と調和と知恵を忘れず正しい掟を守って暮らすようにという言葉を託し、生物はみんなそれに従っていたからです。しかし月日は流れ、人間たちはその言葉を忘れました。それに怒った神は地上を火で覆い尽くしました。これが一つ目の世界の終わりです。そんな中、神の言葉を忠実に守っていた者たちがいました。彼らは地中に隠れ、その難を逃れました。そして第二の世界が始まります。第二の世界になり、人類は地上で暮らし始めます。しかしまたもや人間たちは争い始めます。神はまた怒り、今度は地上を氷の世界に変えてしまいます。その際もホピの祖先たちは地下に逃げることで難を避けたのでした。
そして第三の世界。人類は高度な科学を有するようになります。これが約1万年前のことです。そして大国同士で科学戦争などが起き、怒った神は今度は大量の水で世界を覆ったといいます。そして今の第四の世界となるのです。この時面白いのが、現在の考古学と照らし合わせると第一の世界が終わったのは火。これは隕石や火山爆発と連想され、恐竜が絶滅した時代のことではないかと言われています。そして第二の世界の終わりは氷です。これはまさに氷河期。そして第三の優れた文明というのが、ムー大陸、アトランティスといった国々のことで、洪水といったらノアの箱舟のこととつながるのです。ホッピの神話は世界の神話や現代の考古学とも一致する部分が多く、それゆえ予言についても信じるものが多い要因の一つとなっています。ホッピの伝承による世界の終わりの予言。ホピ神話を紐解くと、他の神話との共通点が多く見られ、また考古学の観点からも信憑性があるように感じます。ということは、ホッピの予言というものも気になりますよね。実はホッピの予言の的中率は高いと言われています。代表的な予言としては、我々の土地を鉄の蛇が横切るようになるだろう、や我々の土地に巨大な蜘蛛の巣が縦横に張り巡らされるだろうなどがあります。これは一体何を意味しているのでしょうか。鉄の蛇とは列車のことを意味し、巨大な蜘蛛の巣とは電線を意味していると言われています。他にも多くの予言が的中していると言われ、このホピの予言をどう捉えるのかで人類の運命を回避することになると唱える学者もいると言われています。いかがでしたでしょうか。今回はホピ族とは一体どんな民族かについてお話しさせていただきました。次回以降にホピ族が言う4つの世界についてや予言についてもっと詳しく動画にしていこうかと思います。ぜひそちらもご視聴をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。